さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。ゲリラ告知したにもかかわらずお客さん相当来てるじゃないか龍馬くん。ふっふっふ、そりゃそうですよ。誰が SNS の運営してると思ってるんですか。こちとら毎日公式のアカウントを使ってウェディングシスターズたちのオフショットや写真を載せてますからね。ま、ちょっとだけカレンちゃんビーキーになってるのは内緒だけど。それにローカル番組ですけど、今日はテレビ局も入って告知効果は絶大ですよ。やるじゃないか龍馬くん、君をマネージャーにして本当によかったよ。任せてくださいよ。それじゃあ僕はウェディングシスターズたちの様子を見てきますね。よっと、みんなどう、準備できてる？龍馬くんどう、お客さんちゃんと来てる？告知したの1時間前だから誰も来てないかと思って。ふっふっふ、甘い甘い。 SNS で告知したのは確かに1時間前だけど、毎日のように更新してるからさ、チェックしてる人も多いんだよ。今やウェディングシスターズは地下アイドルの中でも飛ぶ鳥を落とす勢いで人気なんだから。さあウェディングシスターズのみんな、そろそろ出番だよ。バシッと決めてきて。もう龍馬くん張り切ってるんだから。分かった、頑張ってくるね。みなさんこんにちは。白い衣装は汚させない、私たちウェディングシスターズです。待ってました、ウェディングシスターズ。急な告知だったけど見に来れてよかった。今日は皆さん急な告知にもかかわらず駆けつけてくれて本当にありがとう。それじゃあ1曲目から飛ばしていくよ。初めてのアコム。よし、このステージ完璧な演出だな。なんかよくわかんないの吹いてるし。どれどれ、お客さんの反応はと。うお、盛り上がってるな。やっぱり愛ちゃんサイドってなんかコアなファン多いんだよな。あれ、今日ってテレビ局も入ってるんだ。もう龍馬くん内緒にしてたな。はわわわわ、愛ちゃんが めちゃくちゃ近い。はっさ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 っ。実は私たちの単独公演が決まりました。おお、すげえ。場所はどこ？場所は桜町芸術劇場です。すごい、あんな大きいところでやるんだ。絶対見に行くから頑張って、ウェディングシスターズ。ありがとうみんな。正直今の私たちはまだまだ力不足だけど、でも絶対成功できるようにみんなの力も貸してください。じーバッキュン。うわぁ、アイちゃんからのまさかの個人ファンサービス。これはもう当日チェキ100枚じゃ足りないな。もうアイちゃん、そのぐらいにしといた方がいいよ。だってハスハスおじさん面白いんだもん。お客さんの反応もよし、宣伝効果もバッチリだな龍馬くん。これは単独公演期待できますね。ふぅ、疲れたね。でもよかった、1時間前に告知だからさすがにお客さん全然来ないかなって思ったけど、まさかあんなにたくさん見に来てくれるなんて。マネージャーの龍馬くんも毎日 SNS 更新してくれてるおかげだね。でもその写真いつ撮ったのっていうのもあるよね。龍馬くんある意味盗撮だよね。わかる、本当にいつ撮ってるんだろうね。よし、ゲリラライブが終わった後のウェディングシスターズのオフショット、ライブ見終わった後のファンの人たちの熱い心に届く写真を載せるぞ。みんなライブお疲れ様。すっごく評判も良かったみたいだよ。次はいよいよ桜町芸術劇場だね。あそこは有名なプロのアイドルたちが立っているような場所だから、ウェディングシスターズたちもついにプロの登竜門を通る時が来たね。よし、それじゃあウェディングシスターズのみんな、実際にその場所をみんなで見に行くぞ。え、見に行けるんですかプロデューサー。劇場の偉い人が今日の生放送を見ていたみたいでな、ぜひウェディングシスターズの皆さんに下見に来てほしいと言われたんだ。楽しみだな、どんな大きいところなんだろう。龍馬くんもまだ見に行ったことないの？僕も実際はまだ見たことないんだよな。まあ収容人数とかはなんとなく把握はしてるけど。それじゃあみんなで行きますよ。プロデューサー、めたいことは言いたくないんですが、僕が運転ということでよろしいですか？構わん龍馬くん、私は上でもいい、進め。了解しました。後ろもカオスなことになってますけど無視していきます。ここを右で、
確かもうすぐ着くと思うんだけど、あったここか。うわーすごい立派なところだな。あれプロデューサー、なんかいかにも変な人があそこに立ってますよ。あの派手な人がこの芸術劇場の偉いさんだ。あの人に嫌われたらこの業界では生きていけないと言われてるからな。そうなんだ。しっかり挨拶しないと。失礼します。ウェディングシスターズです。本日はお招きいただきましてありがとうございます。これはこれはウェディングシスターズの皆さん、今日はゲリラの生放送ライブ拝見させていただきましたよ。今度のうちでの単独ライブ期待しておりますよ。ささ楽屋を案内いたしますね。あーすごい、これが私たちの楽屋なんだ。私の好きなアイドルがここでメイクとかしてるの見たことあるな。私も見たことある。テンション上がるね。さあさあ次はお待ちかねのステージへ案内いたしますよ。すごいな、本当に広いな。ステージ袖はここか。カレンちゃんたち先に見ておいで。なんだかまだライブじゃないのにドキドキするな。うわーすっごく広い。1階席があって、それに2階席もある。私たちこんなところでライブするんだね。不安もあるけどすっごく楽しみ。数々のアーティストがここで希望を見出す者もいれば絶望を感じる者もいた。果たしてウェディングシスターズの皆さんはどうですかな。任せてください。ウェディングシスターズは絶対に成功しますよ。まさかライブ当日僕が緊張して寝れなくなっちゃうなんて。おかげで遅刻しちゃったよ。お客さんの入りどんな感じかな。いっぱい来てくれてるといいんだけど。あれ プロデューサー何してるんですかこんなところで。龍馬くん、開演まであと何時間だ。開演までですか。あと多分30分後ぐらいだと思いますけど。そうか、客席は見てきたか。いえ、客席は今から見ますけど、何かあったんですか。もう何なんだよプロデューサー、ライブ当日にあんななんか顔色悪いような表情やめてほしいな。2階席全然埋まってないな。まあここは別にいいか。最悪下の席が埋まってれば。嘘でしょ。いつもよりお客さん少なくないか。そんな まさかこんなことになるなんて。嘘だ、嘘に決まってるよ。お客さんきっとあれだよね、10分前ぐらいにいきなり駆け込んでくる感じに決まってるよ。そんな全然10分前になっても お客さんが増えない。おやおや、ウェディングシスターズさんは今や飛ぶ鳥を落とす勢いの地下アイドルとお聞きしたんですがね。あれですよ、きっと今日は平日なんでお仕事で遅くなる人が多いんだと思います。そうですか。まあこちらはレンタル料をちゃんと払っていただければそれでいいですけどね。どうしよう、カレンちゃんたちにバレないようにしなきゃ。でもどうせステージに立ったら分かっちゃうことだし。いやいや、本番前にみんなの士気を下げるようなことは言っちゃダメだよな。よし、ウェディングシスターズのみんな、いよいよ本番だよ。緊張してきた。龍馬くん、お客さんどのぐらい入ってるの。すごくたくさん入ってるよ。だからみんなはいつも通り最高のパフォーマンスをしてきて。よかった、たくさん入ってるんだ。それじゃあいつも以上に頑張らないとね、カレンちゃん。私もキレッキレで踊っちゃうよ。カレンちゃん、みんな嘘ついちゃったけどごめんよ。でもなんだかお客さんたち静かだね。始まる前も結構騒いでる人多いのに。きっとファンのみんなも緊張してるんだよ。さあみんな始まるよ。嘘、これだけしかお客さんいないの。アイちゃん、頑張って。のりかちゃん、頑張れ。ねえカレンちゃん、嘘だよね、これドッキリか何かかな。龍馬くん、これって本当に本当。
あ、これドッキリとかじゃなくてガチだ。とにかく早く始めなきゃ。皆さん、今日は平日にもかかわらずたくさん集まっていただいてありがとうございます。改めて私たちウェディングシスターズです。よろしく。ちょっとのりかちゃんたちもちゃんとやらなきゃ。ごめん、一瞬意識飛んでた。え、アイちゃん、アイちゃんどうしたの？泣かないで。ごめん、カレンちゃん、私もう我慢できなくなっちゃった。もう私たちダメだ。どうしよう、なんだか私まで涙が出てきた。負けるな、アイちゃん。俺はずっとアイちゃんのことを応援してるよ。のりかちゃん頑張って。俺はどのアイドルの中でものりかちゃんが一番の推しなんだよ。カレンちゃん、私だけいいねつかなくてもカレンちゃんのこと一番好き。頑張れウェディングシスターズ。会場とか関係なく今日のライブも楽しみにしてるぞ。そうだよ、一人でも応援してくれる人がいる限り私たちはアイドルなんだから。アイちゃん、のりかちゃん、目の前の人たちを見て。私たちは一人じゃないよ。今は目の前のお客さんを楽しませることに集中しよう。だって今ここにいる人たちの目の前にいるのは誰よりも一番の推しなんだから。そうだよね、カレンちゃん、ごめんね。私たちも今ここにいる人たちを精一杯楽しませよう。よし、それじゃあみんな一曲目から飛ばしていくよ。なんだか僕まで泣けてきちゃったよ。カレンちゃんたちすっごくかっこいいな。ありがとうございました。それじゃあみんなまた次どこかで会おうね。バイバイ。カレンちゃんたちお疲れ様。ごめんね、僕嘘ついちゃって。本当はお客さん全然入ってなかったんだ。いいよ龍馬くん、全然私たち気にしてないから。それにすっごくライブ楽しかった。最初はちょっとへこんだけど、なんか吹っ切れた瞬間めちゃくちゃ楽しくなったよね。マネージャーさん、ちょっといいですか？はい、なんでしょうか。うわ、絶対に怒られるよ。この状況でこんなに楽しそうにライブをしているアイドルは久しぶりに見ましたよ。ぜひまたうちでやってください。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいなカレンちゃん、この人の心まで動かしてるよ。やっぱりカレンちゃんは本当のアイドルだ。いや本当にみんなお疲れ様。すっごくいいライブだったよ。あれ、そういえば龍馬くん、プロデューサーは？あ、そういえばプロデューサー、プロデューサー、もうライブ終わりましたよ。うん、ちゃんと見てた、よかったよ。ただお金赤字だ。社長って大変だな。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。